すいません、うろうろしちゃって。あ、いえいえ、ごめんなさい、ごちそうさま。では行きます、オリジナルをやってます。まずはですね、久しぶりですね。お久しぶりですね、はい、前回もウクレレでした。うん、前回もウクレレで、はい、まず1曲目、ロンリーナイトっていう曲なんですけど、好きな人もこうできない、あ、若い時ねできない時期ってあるじゃないですか。こう恋したいんだけどできないみたいな、ね、その時期は長かったな。その時期もあるんですよね。そう、その時でも欲しいんですよ、恋人っていうね、彼氏がね、そうだね、そういう時期もありました。でそんな頃に作った曲。へえ、そうじゃない時、思ってる時にできる時あるんだよね。あの、思ってなくてもできなかったね、俺ね。そんな時には
恋人ができないときはお友達がね、といっぱいいるときはないななんてそう、お友達がね、いっぱいこう遊んでくれて、はい、そんなお友達もね、学生時代のお友達とかも久しく会えてなくて、うん、やっぱあのみんな家庭持ったりとかねして会いたくて もう子供がいたりとかこう生活のリズムが違ったりして、ね、会えなくなって、でも会いたいなっていうような曲です。友達の歌かな、うん、そういうそう友達の歌です ね開いてるとこ間違えました。一個先いっちゃえた、いきます、はい、存在してると存在してない人がね、まあ、もう行っちゃった友達が悲しいよね。え？もう行っちゃってるとね、そう友達が。そうなんですよね。行っちゃった人を、そうなんですよ。もういなくなっちゃった人はもうね、後悔してしまうわけですが、ね、そんな歌です。同じ時は流れね。Thank you.
始めようとしていたことをすぐやればよかったな。今まで離れていたからもっと近くにいよう。離れていた時間を少しでも取り戻そう。ような思いを持って作った曲があります。これは今この時期の曲なんですけど、2年前にね父が亡くなりまして、その父の歌です。Facebook にも書いてますよね。あ、ありがとうございます。よく見てくれて。そうなんです。コロナ禍でしたよね、当時。そうですね、うん、いろんなのが重なった時の、うん、時なんですね、うん、もうプライベートも、うんうん、店のこともみたいな、そのうちの、ね、うん、まあ、
の歌です、桜の木、yeah. はい、こういうことも重なったんだけど、まあ店のこともね、いろいろね、ああでもないこうでもないいろいろ重なりまして、今ではまあ落ち着いてね、舞田と館内の和民もすごいですよね、2店舗、2店舗叶えることになりまして、ありましたけど、はい、素晴らしい、本当皆さんのおかげでございます、ありがとうございます、そして今後ともよろしくお願いします、はい、どうもはい、でですね、まあそのいろいろ揉めまして、もうそのことはどうでもいいんですけども、まあコロナ禍にそうすごい老害もすごかったんです、いろいろね、あてか私の場合は老害だったんですで、そういう人を周りに結構いらっしゃる、いらっしゃる、そんな人に向けて作った歌があります、はい、残念な人っていう曲なんですけど、はい、残念な人、残念な人動画にもね、はい、そうなんだよ、助けよういきます、あなたのことを思って言ってんだよ、あな
なたのしていること僕には許しても俺は許さないよ今のうちに直しておきな顔してるね。わからないのか。そうあなたは未熟だからね。話し合おうなんて時間の無駄だよ。上から物言って何様のつもりだ。残念ながら。まあこういう人とね、まともに付き合ってると。おるよね。はい。まともに付き合うとバカを見る。でもそういう人をうまくかわせない時ありますね。うまくかわせなかったんです。かわせばいいんですけどね。うまくかわせずに、何ですか。受け取っちゃうから家帰ってベッドでぐったり。一気にそれが出て。はい、その流れで瀬戸際進みます。そうなんですよ。右から左。そう。本当は。そうなんですよね。はい、それを見事に歌い切った歌が2つございます。違う。おー。はい。次は、バカバカ音頭。あと2曲やります。バカバカ音頭。怒りが込められるね。これはね、怒るっていうよりは、うん、どっちもバカだねっていう感じ。思いがけない出来事にあたふたしてしまう。
の木、山椒の木。対応してるんですけど、結果的にこうなってしまうというね、というわけで本人も頑張ってるんで、毎日眠たい目をこすりながら夜を迎えます。というわけで最後は皆さんの眠りの世界で眠くてと思います。はい、眠くて眠くて。
でした。やった方がいいんじゃない？